はこんな感じですよ皆さん。まずこの具材は蓋の上にとりあえず一回置きます。まず麺を食べたいんでね。で、うん、あれですからね、キャベツも全部別で焼いてますから、普通で言うと一手間二手間なんですよ。これもでも手間をかけた分ちゃんと味に反映されてますから、いや、あの、僕もねかなり食べてますけど飽きないね商売ってまさにこういうことですよね。飽きないね本当飽きないね。同じようでやっぱり飯島さんのお店も随分変わってきましたよね。味の変化ありますもんね。そうですね、うん、味やっぱソース変えてるんですけど、うん、その焼きをなるべく長くちゃんと麺焼いてあげたいなとか、うん、工夫というか、そうですよね。やっぱちょっとここ最近ここ行ったやつで一番僕焼きたなと思ってるのは、うん、この盛り方なんですよ、うん、多分皆さん気づかないと思うんですけど、うん、食べやすくなってると思うんですよ、うん、現場っていうのはこのお店で食べるものなんですけど、持って帰って食べ、冷めて食べた時に、うん、圧倒的に食べやすくなってると思うんですよ、うん、麺の置き方変えたんですよ、うん、麺の盛り方っていう、うん、それはあの、あれだけ実験してますからねあの廃棄処分だなんだかんだ言われながら、いやこれは持って帰った時用のこと考えてこの人やってんだよって俺は思うんですけど、あれながらよくやったなって思ったんですけど、うん、